東京大学の山口でございます。私の方からライフスタイル解析につきましてお話をさせていただきます。最近この延岡市の実はバスの評価に関して実証実験を行わせていただきましたので、その事例について特にお話をさせていただきます。まあ、世の中の背景的なところから、まあ、一般的にこの手の会話は始まるわけですけれども、人工知能社会ですとか IoT ですとかっていうキーワードがあちらこちらニュース番組でも言われるようになりました。まあ、人工知能解析が進むと人の労働環境ですとかを奪ってしまうのではないかとかいういろんな危機感を煽るような報道も多々見かけますけれども、私たちは別にそういうことよりもずっと前向きに捉えるべきだと思いまして、例えば病気の予測であるとか防犯にうまく使えたりですとか自動運転であるとか AI 技術というのはさまざまなところで使うことができるようになります。特に AI 技術の中でも私たち、そうし、あ、ごめんなさいね。次へ行った方がいいですね。AI 技術の中で、私たちとしては、特に情報セキュリティという分野の研究をしています。はい、次お願いします。ソーシャルアイシティ研究センター、東京大学の中の情報理工学研究科の中にある一つの付属の研究センターでございまして、まあ、長々とカタカナばっかりの意味のわからない研究センターがよく揶揄されるセンターの一つですけれども、その中で私は次世代個人認証技術、次世代個人認証行動解析技術という、講座を担当しております。この講座はですね、東京大学の中でも比較的珍しいタイプの講座でして、といいますのも民間企業4社から多角連携のプロジェクトとして発足した講座でございます。総額3億で5年間というのは決して少ない金額ではないように皆さんご覧になるかもしれませんけれども、そうですね、法学内では比較的平均的な講座の金額かとは思いますけれども、そういった、講座を私は講じておりまして、まあ、いろんな講座、法学内あるんですけれども、特に、私どもが、私が担当していますここの4社に関しては、まあ、国内でもトップクラスの会社様4社にご賛同いただいている講座でございます。でこの次世代個人認証解析ですというのがじゃあ何なのかということも、まあ、疑問に思うかと思うんですけれども、私どもソーシャル ICT 研究センターは実は延岡市さんとですね、今度のスーパーシティに関して協定を結ばせていただきました。次お願いします。昨年の11月に、ソーシャルシティ研究センター と、本学、延岡市の方で協定を結びまして、そこに来ての私でございますけれども、実はセンターでリモートで参加しているのは情報理工学研究科の研究課長の須田と申します。実はですね、東京大学の中でも研究課長がこのような協定にですね参画するというのは、そんなに多いものではないんですよね。ですので私ども東京大学としても今回の延岡市の協定に関しては大変力を入れて、進めていくとご理解いただければと思います。続けて次お願いします。AI の話にちょっと戻りますけれども、AI の研究とかってちゃんと皆さん聞いたことありますかね。一番有名な AI の研究って2005年に行われアメリカで行われた研究でして、ビールを買う人はおむつを買うっていう研究があります。あ、おむつを買う人がビールを買うな。それは実は、ショッピング、アメリカのショッピングモールでよくあるデータの、よくあるタイプのデータをですね、解析したところ、まあ、お父さんが要は帰りにおむつ買ってきてと頼まれて、次に横にあるビールを取るということが分かったんですよね。で、アメリカのそのショッピングモールでは何をしたかといいますと、もちろんおむつの横にビールを並べたわけです。売り上げが上がりました。そういう、例えば傾向分析のようなのが AI の、今のトレンドです。おにぎりを買った人って大体お茶も買いますよねとか、まあ、これも AI で分かっている解析の一つなんですけれども、暑い日っていうのは気温がすごく暑い日っていうのはアイスクリームって実は売れそうで売れないんですよね。暑すぎるとジュースは売れるけどアイスクリームが売れないっていう研究成果を得ます。これはマスデータ解析と私たち呼んでいまして、全体の高齢
率化につながることになります。無駄のない納品であるとか、流通の効率化みたいなことにつながるんですけれども、その中でも、従来のそういった傾向分析ではなくて、今後はやっぱ個人ごとのライフスタイルのパターンを分析することによって、その分析結果を個人に還元していこうという研究が今後トレンドになっていくだろうというふうに私たちは思っています。例えばこの人毎日このコーヒーを買うから、通り道にコーヒー屋さんを作っておけば便利だね。今日使う電車が今日遅れてますよと通知が来る。延岡市の場合は電車というよりバスの方がいいでしょうか。今日皆さんが使っているバスが今日はなぜか遅れているので、今日はバスをそっちのバスよりもこっちのバスの方がいいですよとコメントする。そういった交通情報の発信であるとかみたいなことにつなげていければなというふうに思っています。はい、次お願いします。こういうパーソナライズドサービスと呼んでいるものがありまして、その一つずつ皆さんの個人の好みに沿っていろいろな展開ができるのですけれども、その中で延岡市さんの特にやっているのが、交通に関するプロジェクトになります。次お願いします。それはですね、私たちがミスラプロジェクトと呼んでいる実証実験、実はすでに過去に2017年から2020年、昨年まで3つ実験を行いました。今年の実験は延岡市の実験で、4つ目の私ども研究センターとしての実証実験、4つ目の大きな実験になります。過去には5万人がご参加いただいたりですとか、商用アプリ、アルプトというワクオパスさんが使っているアプリがあって、もしかして今日ご参加の方々の中に一人でもいらっしゃると嬉しいんですけれども、まあ、アルプトは、歩数計アプリですね、があります。あ、すいません、次お願いします。で、2017年、先ほど、55万人のデータがあると言いましたけれども、これは特に首都圏についてピックアップしたものでして、まあ、首都圏に勤めている人は、このぐらいの時間をかけて、会社に通っていますよという事例です。後で似たような解析、もう一つ別のをご覧に入れて、次お願いします。で、私たちの講座といたしましては、人流のデータの他にですね、デバイスのデータを活用してライフスタイルに関する様々な提案をしていくとともにですね、あとは、先ほど研究課長が力を入れていますと申しますのは、特に科学技術基本計画2021という政府が策定した計画の中に、学術機関、東京大学をはじめとする学術の大学機関がスーパーシティに積極的に関与すべしという実は文言がございまして、大学全体、まあ本学、東京大学だけではなく、まあ、一つ前の慶応義塾大学さんも同じだと思いますけれども、学術機関はですね、今までこういった自治体のプロジェクトにここまで積極的に関与するということはあまりなかったんですよね。ところが今回のこの科学技術基本計画に乗ってきましたので、まあ、それもあって、延岡市とのこのスーパーシティ構想に関しては、ぜひ、東京大学、私ども情報理工学系研究科としても、延岡市さんと一緒にやっていきたいということで、私たちがもともと持っている技術的なバックボーン、研究としての新しい、すいません、子供が横でうるさくて、目的で、ね、私どもの、皆さんの技術的なことと、世の中の社会的ニーズとがちょうど合致して、延岡市さんと連携して、新しい取り組みに進んでいきたいというふうに考えています。次お願いします。じゃあ、具体的に何をするんですかということなんですけれども、延岡市の循環の高額交通評価というのを、先日、今年の3月から5月にかけまして、行わせていただきました。次のページに多分皆さんこの中にご参加の方々でこの実験に参加してくださった方たくさんいらっしゃるんではないかと思うんですけど、いやとっても豪華なプレゼントがございましたが、実験者1078人の方々にご参加いただいて、今日はそのデータのごくごく一部ですけれどもご覧に入れたいと思います。どういった方々にご参加いただいたかというのがこの推定自宅の位置になります。皆さんこの地図を見たら、まあ、延岡のどの辺りのことを指しているかというのはすぐに分かると思うんですけれども、この青いポチポチポチの丸の辺りにご自宅のお持ちの方にご参加いただきました。もう市内中心部の方が濃くなりますので、それだけ参加数が多いことになります。
はい、その中でも延岡市の中心地の参加率は非常に高くて、このぐらいのたくさんの方々にご参画いただきました。細かい位置情報を私たちわざと見ないように解析をします。というのは、まあ、位置が分かってしまいますと皆さんの本当にプライバシーに位置、どのお家にお住まいの方がどうしてるっていうのも見えてしまうので、というよりはこのぐらい荒くしたデータでも十分にデータとしては十分であるというふうに考えておりまして、こんなふうに例えばこの真ん中のポチポチですとかは23、27とか、この丸1個の中にも、そのあたりに23人の方にご参加いただいたことになります。まあ、皆さんよく、皆さんで延岡の方は大変真面目でいらっしゃるので、データきれいにくださっております。はい、次お願いします。で、ご自宅だけではなくて、皆様の職場に関しても、推定職場というのを見出しておりまして、ここで皆さん見慣れていただきたいんですけれども、自宅が青で、オフィスが赤です。で、延岡市を中心にお勤めの方にたくさんご参加いただいているんですけれども、見てると分かるんですけど、大変遠くまで通われている方、例えば右上とかのあたりですとか、下のあたりですとか、遠くまで通われている方もたくさんいらっしゃいます。はい、次お願いします。特に中心地の、もう市役所の方にご参加いただいたのがよく分かる、そこが122人ですね。市役所で、まあ、市役所をはじめ、そのあたりにやっぱり、商業施設が延岡の場合はたまっていますので、そこに、お勤めの方にただ、ご参画を、いただいて、ざっくりと皆さんお分かりいただきます。で、はい、次、ありがとうございます。次ですね。で、今度は、まあ、私たちの目的は、この南部循環バスエリアにが世の中にとってどのくらい便利ですかというのを見出すための実験ですので、この南部バスエリアに、ご自宅をお持ちの方々だけをちょっとピックアップしてみました。これもですね、大体325人でございます。はい、次です。で、その中に今度はオフィスもある人がどのぐらいいるんですかっていうと、大体このぐらいの人数に落ちていきます。はい、次いきます。では、これからですね、通勤の、自宅から職場に皆さんがどのように通われているかについて、動画を再生します。その再生の上に一言申しますと、私どもの、メンバーの一人である佐知恵が少しご説明のために声を発します。私じゃない声が混ざることをご了承ください。はい、では動画をお願いします。はい、それでは佐知恵の方からご紹介いたします。ですね、ちょっと戻していただけますか。はい、はい、こちらのこれバス路線ですね。今回の延岡市の実験でバス路線、特に南部町中循環バスエリアが中心なんですけども、全体のバスの運行が、まあ、どのようになっているかというのをご覧いただきたいと思います。はい、再生をお願いします。はい、7時45分ぐらいにですね、いわゆるバス路線が集まっている中央の南北にわたるところにバスが集中しているのがご覧いただいて、多分ですけども、はい、これが、まあ、実際、この現実の運行になっています。はい、次のページです。
赤い丸はですね、実際に人が動いているところですね。はい。で、5分に1回動いていますけれども、7時45分ぐらいにご覧ください。今です。はい。バス路線の真ん中、まあ、皆さんの車をお使いになったり、バスを使いになったり、いろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その中でも時間帯としては、7時半から8時過ぎぐらいに、まあ、人が集中して動かれているということがご覧いただけます。だこういったその現実の動きと、バスの路線の動きと、まあ、どうあるべきかと、まあ、実際にうまく運行がマッチしているかどうかというようなところも含めて、次のページに行っていきたいと思いますけどね。で、2つの方がですね、バス路線、バス運行と、実際に皆様の通勤の様子を重ね合わせるという、はい、次の画像を見てみます。はい。で、同じく7時、お願いします、早速。7時45分ぐらいから、バスの動きも合わせるんですね。7時45分ぐらいから8時ぐらいに南北で、バスもいっぱい走ってるし、人の動きも合わせて動いて、8時過ぎぐらいに、実は市役所に集中して人が動いてます。で、ここでも終了していただいてると思うんですけど、まあ、こういった形で、まあ、実際に皆様の動きと、まあ、バス路線どう、マッチしているかというところを、まあ、今解説しているというところで、はい、山口先生、お願いします。はい、ありがとうございます。では、まあ、別の、解析の事例を一つお話をさせていただきます。ですね、次のページをお願いします。これは、延岡市民は全員使ったことがあるイオン延岡のライフマップになります。これ、イオン延岡にちょっとでも滞在する人を全員ピックアップをしまして、そのピックアップしたものの、こう、来店時間ですとかを見てるんですけども、ちょっと一番右下のグラフ見ていただけますかね。これは来訪の所要時間を、表しているものです。で、これで何が言いたいかというと、皆様延岡市民の方々、イオン延岡に、行かれる際に大体30分かからずに着いています。で、よくですね、私いろんな、都市のメリットデメリットみたいな、図を、最近、じゃない、話をよく見かけて、延岡市民の一番方々の一番の不満は、どうやら、お店がないことにあるらしいというのを分かりました。で、ところがイオン延岡には皆さん行かれているので、何が不満なんだろうと思うと、まあ、大きな百貨店がないということになろうと思うんですけれども、はい、次お願いします。ですね、延岡にお住まいの方は宮崎市内にある山形屋にかなり多数の方が訪問なさっていることが分かりました。今回実習実験にご参画いただいた1000人の中の15、少なくても15人は山形屋に行っている形跡がございます。で、山形屋にじゃあどのぐらいの時間をかけて行っているかというと、まあ、1時間半から1時間半程度かかるというのは、皆さんどの方々もそうなんだと思うんですけれども、なんで1時間半もかけていかなきゃいけないんじゃ、お店の場所遠いじゃないかって思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、続きまして、東京都民がよく行くデパート、新宿に伊勢丹というデパートがございまして、その伊勢丹に来訪している人はどのぐらい時間かけて行っているかというと、1時間半から2時間かけて新宿の伊勢丹に行きます。で、ちょっと見づらいですかね。すみません。真ん中の右下のその黄色い、ちょっとそのね、感想の方、もうちょっと左、ちょっと左。東京湾のど真ん中に延岡の地図入れてあるんですけど、それですね。はい。延岡の地図ってそのぐらいなんです。で、見てわかると思うんですけど、新宿伊勢丹って、皆さん、すごい遠いところから普通に出かけるんですね。そうそう、そのぐらいの距離を平気で移動するんです。で、先ほどの、実は延岡から山形屋に行こう、4ほど近いんですよ。直線距離だけ、直線距離というか移動時間だけ、やっぱりその同じように計算したデータを持ってるんですけれども、平均的に新宿伊勢丹に行くの
大体皆さん1時間から1時間半ぐらいかけてデパートに行きます。私今かなり都会に住んでると言われていまして、一番多分うちの、東大のソーシャル ICT 研究センター内では一番便利なところに住んでるんですけれども、それでも伊勢丹までは45分は最低かかります。延岡イオンのように、30分以内に行くことはできません。まあ、そのぐらいが東京の平均で普通なので、延岡はコンパクトで便利だなという印象をこのデータだけ見ると思いました。はい、次です。で、それは同様で、ね、ショッピングモールだけではなく病院でも言えると思います。多分ですね、東京都民といいますが、首都圏に住む人は病院が30分以内に、の位置にあるということはほとんどないと思います。みんな30分から1時間ぐらいかけて病院に行きますけれども、これまた右下見ていただければ分かるんですけれども、延岡の方々は30分以内で県立延岡病院まで行くことができます。とても便利だと思います。何かあったときに、パッと行けるときに、病院があるっていうのは、これも便利だなと思って見ています。はい。ね。今日は取り留めのないお話をさせていただきますけれども、私たちはですね、SD さんを使うだけが、まあ、技術的にはそういうところが面白いのでやっていただきますけれども、同時に今の、まあ、伊勢丹の例は一つファンのキルザークですけれども、延岡市さんが持つすごくいいところって多分皆さん気づいてらっしゃらないですよね。デパートに行くのに東京の方がずっと不便だということに気づいていない方がいっぱいいらっしゃるような気がしたので、とても良いところたくさんありますので、そういうところを見つけようお手伝いをさせていただければと思いますし、その良さをもっと良くするような、努力をしていきたい。例えばバスの最適化ですとか防災ですとか、いろいろできることがあるなというふうに